アルバート・ダンカーアド・マーは、イングランド・ロンドン・ランベスク出身のプロサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC 所属。イスミアン・フットボールリーグのハーロー・ボロ FC でプレーを、始めた。2008年1月、リーグ2のバーネット FC と契約、プロデビューを果たす。2010年7月、15万ポンドで、 チャンピオンシップのブリストルシティ FC に移籍。加入初年度で全公式戦合計で12アシストを記録し、シーズン終了後のサポーター投票で、チームの年間 MVP に選ばれた。2013年8月、チャンピオンシップのミドルズブラ FC に100万ポンドで移籍。2015から16シーズン、チームはリーグ戦を2位でオエプレミアリーグ昇格を達成した。 2016年8月、アストンビラ f c に移籍2019年7月、ノッティンガムフォレスト f c に移籍2020年10月2日にノッティンガムフォレスト FC との契約を解消し、同月5日にクイーンズパークレンジャーズ FC と2年契約を結んだ。アドマー自身はイングランドで生まれ育ったが、ルーツのガーナを選択した。2011年9月のブラジル戦で、 ガーナ代表デビュー。主要大会では、アフリカネーションズカップ2013と 2014FIFA ワールドカップに参加した。ありがとうございます。